どうも、ジュンです。今回もですね、またドローン関係の話をさせていただきたいなと思います。ちょっと前にですね、航空法について、要は国土交通省が決めた航空法についてお話しさせていただきましたが、今回はですね、警視庁が決めております、小型無人機等飛行禁止法っていうのがあります。こちらはですね、国土交通省が決めた航空法とはまた別に、警視庁の方で定められてるんですが、国会議事堂だったり、皇居だったり、原子力発電所だったり、各省庁だったりとか、総理官邸とか、そういった国の重要な施設、まあ、定められているところですね。の上空、まあ、周囲ですね、300メートル以内は小型無人機等の飛行を禁止するというような法律があります。これはですね、国土交通省の定めている飛行禁止エリアの、まあ、中に入っている施設ですから、航空法の許可を取ってれば飛ばせるんじゃんと思う方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、これはね、ダメで、国交省の許可を取っていても、警視庁の方で、しっかり許可を取らないと、飛ばせないというふうになります。まあ、ファントムシリーズとか DJI の製品はですね、国会議事堂とかの周りは確か、GPS を使ってフライトできないようになってるんだと思うんですけれども、まあ、原子力発電所とかそういったところまではちゃんと規制されているかちょっとわからないので、なんとも言えないんですけどね。まあそういった感じでですね、国土交通省の定めた航空法以外にも、警視庁が定めた法律があるということを皆さんね、知っておいていただきたいなと思います。詳細は警視庁のホームページ、下の方に概要欄貼っ付けておきますので、そちらをぜひ見て、よく見ていただいてですね、飛ばしていただきたいなと思います。特に東京23区にお住まいの方は、結構対象となる地域多いですからね、近くにある公園とかも、その範囲内に入っていれば飛ばせなくなりますから、よく注意していただきたいなと思います。こういった感じで、その国土交通省が定めた法律以外にもいろいろ出てくるかもしれませんので、その都度ですね、ニュースを見たりとか、いろんな情報をね、新しい情報を入手して、常にね、安全なフライトを心がけていただきたいなと思います。まあ自分もこういったなんか情報があれば、どんどんね、YouTube ですけどね、こうやって発信していきたいなと思っておりますし、今回のカーマとか、マービックだったり、非常にこんなね、安くなって入手しやすくなった機体でね、非常にたくさんの方が新しく、ドローンの世界にね入ってくることと思うんですけれども、気軽に飛ばせそうだけど結構ねそういった厳しい部分もありますから、めんどくさいんですけどね、自らちゃんとそういうとこ勉強して安全なフライトをね本当に心がけていただきたいなと思います。ということで、今回は警視庁の定めました小型無人機と飛行禁止法が存在しますよということだけちょっとねお伝えしたくて動画を上げさせていただきました。こんな感じでドローン関係のお話最近ずっとやっておりますけれども、たまにはねカメラ関係、パソコン関係、車関係、のお話もやっておりますので、他の動画もぜひ見ていただいていいなと思えばチャンネル登録下の方からぜひよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。結構国交省の、航空法の許可を取ってもですね、結局飛ばせないじゃんと思われる方結構多いんですけれども、まあ、まずはそこが基本になりますから、国交省の許可を取った上で、さらにね飛ばす場所の結構ね自然の風景とか撮るってなると環境省だったりとか県だったりとかの許可が必要になってくるんですけど、そういったのを取って飛ばさないと、まあ、だんだんね飛ばせる場所がなくなってきちゃいますからね、それも逆に困っちゃいますから、めんどくさいんですけど、まあ、まずは国交省の許可を取って、飛ばす前にも飛ばす場所の許可を取ってっていう風にめんどくさいけど、やって飛ばしたいなと思います。まあ、めんどくさいんですけど、まあそんな感じでね、やっていった方がいいんじゃないかなと思います。現地の許可を取るっていうか、まあ確認を取るっていう感じなんですけどね。何か決まり事ありますかとか。そういった感じで確認する感じになると思うんですけどね。今回、カーマとかマービックだったり、まあ、ファントムでもいいんですけど、新しく初めて買った方はですね、ぜひ、ドローンやられてる方と一緒に飛ばすとか、近くにもしドローン練習場みたいのがあればですね、そちらの方に行って、いろいろ教わりながら、最初はね、誰かと一緒にフライトさせた方がいいと思いますので、ぜひね、そちらをお勧めいたします。最初から一人で飛ばすと、結構失敗することもありますから、事故を起こさないようにね、十分気をつけていただきたいなと思います。